しいベンチでささやくお二人さん、早くお帰り、夜が更ける。やぶな説教するんじゃないが、ここらは近頃物騒だ。話の続きは明日にしたい。そろそろ広場の日も消える。家出をしたのか娘さん、君の気持ちもわかるけど、国じゃ父さん母さんたちが死ぬほど心配してるだろう。送ってあげよう、任せておきな。今なら間に合う終列車。タバコをくださいお嬢さん、今日は非番の日曜日、職務質問警護を忘れあなたとゆっくり遊びたい。鎌倉あたりはどうでしょうか。浜辺のロマンスパトロール。